声本ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。5月29日土曜日の女優おのよりの映画の話をしましょうよのお時間です。2021年5月の終わりも近づいてまいりました。先日古澤武史監督作品映画いずれあなたが知る話のクラウドファンディング特典用のポートレート撮影があり、参加させていただきました。女優であり、人と背景をぐっと魅力的に物語性を持って写し取る根谷涼花さんが撮影してくださいました。都庁のすぐ下に広がるエリアをいろいろと回ったのですが、アジサイストリートがあって、すでに咲き始めているいろいろな種類のアジサイが可憐でけなげで可愛らしいのに、根谷さんが写し取るととっても艶っぽくてうっとりするような風景が描かれていました。その日はスーパームーンの皆既月食の日で、私の撮影は日が陰り暗くなってきた頃だったので、お月様の力も加わってさらに魅力的な写真になっているのかもしれませんね。残念ながら私は観測できなかったのですが、スーパームーンのパワーは観測できなくても浴びているそうなので間違いないです、では映画いずれあなたが知る話については今週も最後にお話しすることにして、本日も映画の話をしましょうか。 Marini's Black Bottom、 2020年制作、94分アメリカ映画です。ジョージ・シー・ウルフ監督、現代は Marini's Black Bottom。 Story、 1927年情熱的で歯に衣着せぬブルース歌手マレイニーとバンドメンバーたちの思いが熱くぶつかり、シカゴの録音スタジオは緊張した雰囲気に包まれる。ネットフリックスのマレイニーのブラックボトムより紹介させていただきました。フィルマニア、映画の話をしましょうよ。本日お話しするジョージ・シー・ウルフ監督のマ・レイニーズ・ブラック・ボトムがこちら、引き込まれてあっという間に94分経っていた作品でした。まずメインキャストお二人が素晴らしくて、主演のマ・レイニーを演じるのはデンゼル・ワシントン監督作品フェンスのオスカー女優ビオラ・デイビス。私おのより今ちょうど殺人を無罪にする方法というドラマを夢中で鑑賞しておりまして、そのドラマの中でものすごくかっこいい弁護士先生の役をされているのがこちらのビオラ・デイビスさんなんです。最初マレイニーのブラックボトムで気づかなかったのですが、あんなにかっこいい人がそんなにいてもおかしいだろうと思ってワクワクエンドロールを確認したものです。さらにもう一方の若くて野心あふれる黒人トランペット奏者が、これまた私ったら映画に飲み込まれたように全然その方が誰だか分からず、エンドロールを見て愕然としました。ブラックパンサーのチャドウィック・ボーズマンさんなんです。声が言葉になりませんでした。そうだそうだそうだ、チャドウィック・ボーズマンさんだ。ただ私の知っているチャドウィック・ボーズマンさんとは違いました。ギラギラとした目が全てを手に入れてやると怖いくらいに光っていて、何なんだろうこの人、同じ場にいたらちょっと危機感あるかもと感じるほどの何かを狙ってる目です。後から知ったのですが、このジョージ・シー・ウルフ監督のマレイニーズ・ブラック・ボトムがチャドウィック・ボーズマンさんの遺作となり、マレイニー役のビオラさんがインタビューで、どれだけ疲れていてもカメラが回った瞬間そんなことは1ミリも感じさせなかったとおっしゃっていて、大腸がんの闘病中の痛みを抱えながらも彼の出演作で周りの人を幸せにしたいという願いを強く感じるとともに、この世から失われてしまった美しい才能のことを思い、いたたまれない気持ちになりました。今作の物語はある一日を通して描かれています。
大きなテーマは人種差別。マ・レイニーはブルースの母と呼ばれた実在の黒人シンガーです。1927年の夏、シカゴのレコーディングスタジオ、1時間遅刻した挙句無茶な要求を連発し、白人のマネージャーとプロデューサーを傍若無人な態度で振り回します。そこでなぜマ・レイニーがそのような態度を取るのか。実はチャドウィック・ボーズマン演じるレヴィと白人のマネージャーやプロデューサー以外は全員よくわかっているのです。マ・レイニーがどれだけ稼ごうと白人から敬意を払われることは絶対にないからです。一方、若きトランペット奏者レヴィは作曲の才能があり、自分のバンドでレコードを出してスターになることを夢見ています。彼は白人プロデューサーを利用しようと考えています。幼少期に凄惨な差別を経験した彼は、お腹の中でどう思うとプロデューサーには笑って媚びを売るのです。若く才能あふれるトランペット奏者のレヴィは、まあレイニーのように上り詰めていくのではないかと思われますし、実際まあレイニーの若い頃と同じなのではないかと想像させますが、この二人には絶対的な違いが存在します。まあレイニーが自分の音楽を追求するのに対し、レヴィは今大衆に受ける音楽を作り出すのです。そこでこの映画のタイトル、マ・レイニーズ・ブラック・ボトムを思い出してほしいのですが、マ・レイニーは作中で、ブルース生んだのは私じゃない、ブルースはいつだってそこにあったと言います。ではブルースとは何なのでしょう。ジョージ・C・ウルフ監督のマ・レイニーズ・ブラック・ボトムを深掘りするために、若干道をずれますが、イギリス人のポール・オリバーというブルースの歴史と発展研究の第一人者がいます。ブルースとは心の状態であるとともに、その状態に声で表現を与える音楽である。ブルースは捨てられたもののすすり泣きであり、自立の叫びであり、張り切り屋の情熱であり、欲求不満に悩む者の怒りであり、運命論者の交渉である。ポール・オリバー著、ブルースの歴史より。何を言っているかと言いますと、奴隷解放が行われ黒人たちに自由が与えられるようになった19世紀半ば以降、その反動として南部では黒人へのリンチが激増、さらには州ごとに黒人を差別する州法が次々に成立、レストランや劇場だけでなく水飲み場までもが分離されるようになり、奴隷制以前よりも厳しい差別の状況が生み出されていたのです。その影響がそれまで神への歌しかなかった黒人たちに新たな悲しみの吐け口を必要とされたのかもしれません。ブルースが黒人たちの悲しみを表現したものと言われるのも当然です。というブルースの誕生、自由の得得と新たな苦難が生んだ心の叫びに記載がありました。つまり、ま、レイニーの追求しているものは自分たちの黒人の心の状態であり、捨てられたもののすすり泣きであり、自立の叫びであり、張り切り屋の情熱であり、欲求不満に悩む者の怒りであり、運命論者をせせら笑うことなのです。そしてそれを見事に体現しているのが女優ビオラ・デイビス。今大衆に受けるものを作るレヴィとブルースを理解し追求するマ・レイニーの差が生み出されるものを、ぜひご自身で鑑賞してみてください。レヴィが開こうとする扉が開いた時、そこに見えるものは彼の人生の縮図のような景色です。さて、ジョージ・C・ウルフ監督のマ・レイニーズ・ブラック・ボトムは舞台を鑑賞しているような感覚を受けます。日本でいう三谷幸喜さんの作品を鑑賞しているような。それもそのはずで、劇作家オーガスト・ウィルソンの戯曲を映画化したものなんです。オーガスト・ウィルソンは1990年代の米国で最も多く上映され、2度のピューリッツァー賞をはじめ数々の演劇賞を受賞するなど、現代アメリカ演劇を大きく変革した偉大な劇作家であり、現代アメリカ演劇を変革した知られざる黒人劇作家なのです。そしてジョージ・C・ウルフ監督のマ・レイニーズ・ブラック・ボトムのプロデューサーは
デンゼル・ワシントンが務めています。デンゼル・ワシントンは2010年にブロードウェイのフェンセーズでトニー賞主演男優賞を受賞し、同じ作品を自ら制作監督主演を兼ねて映画化したフェンセーズ、2016年の作品でアカデミー作品賞主演男優賞など4部門にノミネートされていますが、この作品の劇作家がオーガスト・ウィルソン、さらに第89回アカデミー賞で作品賞をはじめ4部門でノミネートされたフェンセーズ、助演女優賞を受賞したのがビオラ・デイビス。今回マ・レイニーを演じている彼女なのです。もう一つ付け加えさせてもらいますと、レヴィ役のチャドウィック・ボーツマンが学生時代にイギリスのオックスフォードで演技を学ぶための交換留学を勧められたそうなんです。ところがお金がなかった。彼のために留学を勧めた黒人女優のフィリシアが彼女の友人に当たってくれたおかげで資金を提供してくれる人物が見つかったといいます。それが実はデンゼル・ワシントンだったのです。学生で無名だったチャドウィック・ボーズマンはそのことを知らずにイギリスから帰国し、学費の受領書を確認したところ、デンゼル・ワシントンさんがお支払いいただきましたと記載されていたそうなんです。そしてチャドウィック・ボーズマンさんの遺作は今作ジョージ・シー・ウルフ監督のマ・レイニーズ・ブラック・ボトム、デンゼル・ワシントンさんのプロデュース作品となりました。もしご興味を持っていただけたら、ぜひこのマ・レイニーズ・ブラック・ボトム鑑賞後にマ・レイニーのブラック・ボトムが映画になるまでをご覧になってみてください。事前知識なく作品を見た後にこちらを鑑賞し震えました。私は皆さんに伝えたいなと思ったことがたくさんあり、伝えきれないのでぜひ見てもらえればと思います。点滅する希望、6月14日と19日に新宿ケーズシネマさんにて点滅する希望という作品が公開予定となっております。こちらの作品、現在クラウドファンディング真っ最中のいずれあなたが知る話で主演の一人を演じられている大山浩司さんが監督を務められています。大山さん自身も出演されている作品で、短編作品なのですが実験的な要素が散りばめられ、ある種の期待を寄せてしまう作品となっておりました。私はこの作品の中の大山さんの役が面白くて、ひょっとしたら全然笑えるシーンじゃないのかもしれないんですが笑ってしまいました。おそらく外国人がもののけ姫を鑑賞して明日かの夜によって腕が飛んでいったシーンを見て笑うのと同じ原理かもしれないですね。声本ラジオメイン MC の中井さんによると、おのよりの感覚はずれてるそうなので、そう言われるとあれ私に映画の話させて大丈夫なのかなとほとほと疑問に思いますがただですよ、このわけわからない原理をもとに考えますと、大山監督の点滅する希望は外国人に受ける可能性があるということになります。さらに外国人に受けるものは日本人はとっても好意的に受け止める法則がありますので、いろいろ含めてご鑑賞いただいて、これからの才能の一つをしっかり目撃していただければと思います。いずれあなたが知る話、先週一般公開に先駆け6月10日までクラウドファンディングにご支援いただいた方に完成したばかりのいずれあなたが知る話の特報を先行公開いたしますと発表があったいずれあなたが知る話ですが、なんとご支援者の皆様のおかげで6月10日を前に目標金額に達成いたしました。ありがとうございます、ありがとうございます。引き続きいずれあなたが知る話、2021年6月10日までクラウドファンディングサイトにて支援を募っております。映画って本当に夢やロマンの塊なのですが、お金がとってもかかります。多くの人の夢が叶いますように。いずれあなたが知る話、物語は歪んだ愛情と好意がぶつかるノワールサスペンス、
古澤武史監督作品、主演大山ひろしさんと小原紀子さん。小原さんは今作で脚本家としてもデビューされています。たくさんの困難を乗り越え、劇場公開のためにクラウドファンディングという選択を歩み始めた作品です。ご支援いただければ幸いです。では今週もこの辺でお開きといたしましょう。皆様、5月最後の週末を素敵にお過ごしいただけますように。また来週映画の話をしましょうね。小野由利でした。